確認。目標地点確認。降下態勢急げ。降下態勢急げ。進路よーし。進路よーし。降下。降下。大丈夫か、アカネ。水原涼様ですね。ありえねえ、飛行服の下に和服って。ふつつか者ですが、何卒よろしくお願いいたします。申し遅れました。私の名は増田静香。涼様の稲漬けですわ。なんだって。誰だか知らないが、人んちをめちゃくちゃにしておいて、あげくに言い名付けだ。ふざけるな。ぶっ飛ばしてやる。兄さん、落ち着いて。けどな、アカネ。隙あり。なんだこれ。涼様ったら、本当にアカネ様にはお弱いんですね。おかげで助かってしまいましたわ。何を。は、無理に外すと爆発しますよ。申し訳ありません。せめて事情だけでも聞いていただけませんか。何なんだお前ら。そっちで痛い。ギロ。ちなみに涼様、これからのことはくれぐれもご内密にお願いしますね。それでは VTR スタート。華やかな大都会の活気。しかしその実この国は深刻な少子化により確実に破滅への道を進んでいることをあなたは知っていますか。ここは廃校になった小学校です。この小学校の面倒だから飛ばしますね。で、あのなまあ早い話が、これ以上の少子化をストップすべく
内閣が RTP 委員会を組織、国家レベルでお見合いを仕切るプランが実行に移されたのです。国家レベルのお見合いだと？ええ、一定年齢の未婚男女を対象に、あなたは政府が選んだこの異性と結婚しなさいって。押し付けられるのか、無理やり。まあ人聞きの悪い、国民の義務がたった一つ増えるだけですわ。あの、もし従わなかったら。もちろん刑務所行きですね。って犯罪者扱いかよ。リュウ様後ろ。おお、わかる。ただ何分繊細な問題ですので、テストをしてみることに。それでか。はい、世界最高のスーパーコンピューターが私の配偶者として最適なのはリュウ様と。出ていけ。リュウ様ったらひどい。せっかく事情をご説明しましたのに。やめろ、事情知ったらなおさらだ。危ない、リュウ様。殺す気か、このバカ。まあ、リョウ様ってば、愛しい方を守りした許嫁を。バカ呼ばわりはあんまりですわ。いいかよく聞け、このバカ。俺はどうでも俺はな、自分の意思とは無関係に結婚相手を決めつけられるのは絶対にごめんだ。大地、お前のことなんか何にも知らないんだぞ。ですから、これから深く知り合えばいいのでは。俺はこれ以上お前と知り合う気なんかない。まあ、強情ですのね。でも、そこも素敵ですわ。それにだな、俺はまだ17だ。存じております、私もまだ高1、15歳ですわ。私と一緒。それじゃあ、もともと結婚できないだろ。ですから、まずは婚約ということで。ご希望でしたら、民法を改正いたしますけど。しなくていい、そんなもん。とにかく、こんな話馬鹿げてる、非現実的だ。なんでお前なんかと。あら、私なら超高性能の大和なでしこですから、生涯の伴侶にうってつけですわ。顔立ちも愛らしいと評判ですし、それに出るところもそれなりに出ておりますし。確かにいいな。その代わり性格が極悪だろうが、この腹黒め。大丈夫、性格なんて目には見えませんから。あんな。とにかく断ると言ったら断る。そんな、せめてしばらくここに置いてください。身近に暮らして互いをよく知ってからでも遅くありませんわ。断ると言っただろう。そうおっしゃらずに、この世でたった一人の許嫁じゃ。許嫁が何人もいてたまるか。大体俺は寝る場所でしたら大丈夫です。ちゃんとシュラフを用意してありますので、ただ玄関をお貸しいただければ。話題をすり替える気か。リュウ様が一緒のお布団でとおっしゃるのでしたら、それでもいいですし。それは良くない。まあ、テレ屋さんですので。そういう問題じゃない。家事は全てお任せいただいて結構ですし。だからそういう問題でもない。もういい、とにかく今すぐとっとと出ていけ。アカネ、電話だ。え？110番だ。警察に通報しろ。あ、はい。リョウ様。さあ、悪ふざけもここまでだぜ。おとなしく出ていくか逮捕されるか、どっちか選べ。兄さん。どうした？電話、繋がらないよ。なんだって？現在、使われておりません。番号を確かめになって。どうなってんだ。お客様がおかけになった電話番号は。やれやれ、困りましたわね、レオ様。最初に申し上げたはずですわ。これは国家レベルの大計画であり、多言無用でお願いしますってね。そこまでやるか。さあ、リョウ様、無粋な黒服たちは下がらせました。
どうぞにっこり笑って私を受け入れてくださいませ。わかったよ。まあまあまあ、それではリオ様。ほら立て。ああ、リオ様はテレ屋さんではなく不言実行タイプだったのですね。でもいきなりでは心の準備というものが。何バカ言ってやがる。こうなったら腕ずくで叩き出す。え、兄さん、それは卑怯者のやり方よ。しょうがないだろ、茜。申し訳ありません。では私も力ずくでいきますわね。ごめん、遊ばせ。兄さん、兄さん。これからよろしくお願いしますわ、リオ様。薄れゆく意識の中、リオ様は頬に柔らかな感触を覚えました。こうしてリオ様の愛と苦難の日々が始まったのです。続く。